愛知県稲沢市のコウノミヤ裸祭りを描いたこちらの作品、ひしめき合う裸男たちの真っ赤な肌が祭りの熱気を表現しています。筑作の古川美術館には、新風景の会に所属する画家が、東海地方のさまざまな風景を描いた油絵や日本画など30点が展示されています。こちらは名古屋栄の錦通りを描いた日本画で、 雨で濡れた路面にに反射する光を幻想的に描いていてます。また古川美術館の文館では瀬戸の焼き物の歴史を振り返る展示古今無双瀬戸陶芸物語も開かれていていずれも会期は来月1日までです。